B 人間を含む全ての生命体は土の化身である。三土富士の原則。東洋医学では三ツチフの原則があります。三ツチフとはミすなわち、人間の肉体は土と同じであるという意味です。キリスト教の旧約聖書創世記によれば、最初の人間であるアダムは神により土から作られています。要するに、 土から生まれた食物から人間の体ができているわけですから結局は人間も土が変化してできたものであり土が健康でないと人間も健康になれないのですそして死ねば肉体は再び土に戻るのです土が化学肥料や農薬に汚染されると土の中に住んでいる生命力の根源である微生物が死滅し 土地自体の生命力が低下してしてままいますこのためその土地に育った作物の生命力も低下し結果としてその作物を食べている人間の生命力も低下してしまうのです化学肥料や農薬を長年使い続けると途中の有益な微生物が死滅しその土地はやがて不毛の土地となり砂漠化してしまうと言われています食物は できるだけ化学肥料や農薬を使わず、有機肥料で作られた作物が良いと言えます。有機肥料を使用した農法の欠点は、寄生虫卵が付いている可能性があることなどです。しかし、今の日本の医療では、寄生虫症の可能性が念頭にあれば、その診断は容易で、診断がつけば、ごく特殊な場合以外は治療可能です。 食物はその人の住んでいる地域の近くで収穫された季節の旬の作物を食べるのがいい。さらに、三ツチ富士の原則は人間が先祖代々住んでいる環境すなわちその風土で栽培された作物を旬の時期に食べることが一番自然の理にかなっていることも意味しています。 その人の生まれた土地の気候や風土で生育した食物が一番望ましく異なった土地の食物はあまり好ましくないのです北極に住むエスキモーの食物はアザラシやトナカイの生肉ですまた熱帯地方のある未開の部族では食物の95%がバナナですそれでも彼らは結構元気に生活していますそれは その土地の生む食物がそこに生活する人間に一番適しているという真実を端的に表しています。文明化したエスキモーたちは高頻度にアルコール中毒に陥るとも聞きます。これは自然の理に反した天罰ではないでしょうか。ヨーロッパでは稲作は気候上不可能です。伝統的にヨーロッパ人は遊牧民で。 牛や羊を家畜として飼い食料としししてててい、い食料も利用しています。稲作に適していないヨーロッパの気候風土では肉食でもいいのですが革命の昔から稲作で魚介類に恵まれ牧畜や酪農は適していない日本では三ツ富士の原則から米を中心とする穀物と魚介類を食べるべきで。 獣の肉や乳製品を食べる食食習慣は良くないと考えられます。食物は生命力あふれる状態で食べるのが最良ですから近い土地で生育した季節の旬の穀物や野菜や果物が一番体にいいのです貿易自由化などといって世界中から食物を輸入しているとあまり新鮮でない体質に合わない食物を 大量ににわされて食べる結果になり日本人の健康も破壊され非凡の国土も荒廃してしまうでしょう輸送コストもかかり経済的にも無駄が多いと言えます輸送コストなども考慮して計算すると日本人は世界一高価で贅沢な食生活を送っているそうです即成栽培などの人為的な操作を加えられた食物は 野生の生き生きした生命力に欠けると言えます旬の作物が豊富な時期にわざわざ促成栽培や逆に人為的に収穫時期を遅らせた作物を食べる必要はありませんしかし新鮮な野菜の不足する冬場は漬物に頼るよりは季節外れでも促成栽培や温室栽培の新鮮な作物を利用した方がいいでしょう 最近遺伝子操作で昆虫の病原菌の遺伝子が組み込んであり害虫が食べると死ぬようなトウモロコシや除草剤に強くなるような遺伝子を組み込んだ大豆が作られる時代になりましたこれらの作物を長期間食べた場合人体にいかなる変化が起こるかについては解明されていませんが東洋医学的な健康観に立てば 遺伝子操作でで性質を変化させたようなな食食物は食べない方が安全であると言えます。遺伝子組み換え作物は人間の健康への影響のほかに植物の生態系に影響を与え自然環境に悪影響を及ぼす可能性も否定できません D 食事は気持ちの良い環境で良い姿勢で感謝の心で食べること食事をするときは なるべく静かな落ち着いたところでゆっくり食べることが大切です寂しは不健康のもとです早く食べると食物が早く吸収される結果血糖が急激に上昇し糖尿病や肥満の原因になります新聞や本などを読みながら食べたりテレビを見ながら食べたり大声でしゃべりながら食べたりしたのでは食物本来の味は 分かりりまませせんん。家にもよくありません新聞など読みながら食事をする人は胃がんにかかりやすいという統計もあります。禅寺では食事も修行となり正しい姿勢で静かに音を立てず味わいながらゆっくり食べることが要求されます。食べる時の姿勢はできれば正座かあぐらで座って上半身をしっかり立てた良い姿勢で。 心ゆくまでで口の中で咀嚼し味わって食事とは他の生命体が人間のために犠牲となって人間の体の一部になる神聖な行為です食物に十分な感謝をして食べる必要がありますキリスト教でも食前のお祈りがあり日本でも食前にいただきますというのはこのような意味があるのです いくら経済的に豊かでもゆっくり食事をする暇もなくいつもファーストフードばかりの食事では健康に離れません健康こそ何よりも大切な財産と思いしっかりした食事をすることが大切です親が死んでも食休みという格言があるように食後は消化のために内臓に負担がかかっていますこのため 食後には休憩が必要です。病気の人は最低でも食後1時間くらいは休憩が必要です食後急に動くと腹痛が起こるのは動くなという体の警告です大多食山人の歌に次のようにあります一代の守り本尊たず塗れば朝夕食べる飯と知るなり絵に描いた靴や 木や石の仏像を拝む暇があったら、人間のために命を捧げてくれる食物の命にもっと感謝するべきです。